皆さんこんにちは、伊尾正人です。いよいよあと残すところ明日のみとなってしまいました。今日と明日のみとなりました。この平和道厚生中央店でございます。今回はね、2階のところでの最後の買い物をやっていきたいと思います。前言った通り、店の中は映すことできませんので、その結果はまた、動画にてオープンしたいと思います。いやもうこれちょっとね、私もね多少なり約束を破ってしまったんですけどね、あの8月の下旬ごろ来るとは言いましたけど、もうまさかこんな、セミファイナルの時に来るとは思いませんでした。セミファイナルで来るとは思いませんでした。当然明日も、参りますのでね、明日はね、撮影機から、東海道53次を経て、で石部からは、パート1と同じルートを通っていきたいと思います。もちろんランで行きますんでね、ランで来ても行きますんで、それでね、あの閉店時間は19時なので19時までにはここに来たいと思います。まあ、もちろん早めに、着いてね、ここにあります、5スターココス、ここもね、来月で閉店してしまうということでね、まあここはリポートはしませんけども、まあ、最後の食事ということでね、まあできたら、食事やって、こちらの親玉の閉店セレモニーを見て、んで帰路に着きたいと思っております。それでは、今から、店の中に入って、ちょっと様子を 見ながら買い物をしていきたいと思います。セミファイナルの買い物をしてまいりましたけども、いや無念でしたね。あの2回見てきたんですけどね、ほぼもう9割以上も売り尽くされてましたね。あの医療品も、まあ、日用品もみんなもうほとんど残ってませんでした。これ明日最終日なんですけどね、それで全部売り尽くそうという考えなんでしょうね。もう19時閉店なんで、その19時までにね全部売り尽くして、はい終わろうということでいうことを考えてるんでしょうね。まあ多分ね、まあ2階の売り場はもうおそらく私は明日ここ来ますけども、その間にはもうなくなってるかと思います。まあ1階でもね、1階でまあ買い物したのみだったんですけどね、今回もおそらく明日のこの時間帯来たとしてもおそらく食料品店もほぼ食料品もほぼ、なくなってるかと思います。まあでも一応セレモニーとかもねちゃんと撮ってね、私の YouTube にね残しておきたいと思いますんでね。それではね、明日28日、草津からね予告ど予定通り、こちらここまでね、走ってまいりますので、8月28日もどうぞよろしくお願いしますってことで、まあ一応まあさ YouTube に載せるのはまたずっと先になると思いますけども、よろしくお願いしますということでね、今回の動画これまでです。ご視聴ありがとうございました。